はいどうも、ザネダルクです。というわけで、今回は、前からね、ちょっとずっと話したかった話題があって、本当はね、そのタイムリーな時に取り上げたかったんですけど、まぁ、MW3 がシーズン4入ったり、ガンダムコラボしたり、あとは次回作のね、まぁ、BO6 の発表があって、もうめちゃくちゃ上げたい動画も多く、忙しくてね、後回しにせざるを得ない状況だったので、だいぶね、ちょっと時期的にもずれて、話題的にはかなり落ち着いちゃってるんですが、まぁ、一応ね、コールオブデューティーの中でもかなり重大なお話ですし、何より結構日本人しかりね、海外でもよく出てくるあの話題のね回答がある意味これでイコールでね繋がってるんじゃないかなということで、まあ、ぜひ皆さんも最後まで聞いていってほしい内容なんですけど、まずですね、時系列が今作の MW3 のシーズン 3.5 ぐらいですね、まあ、6月ぐらいになるんですけども、そちらにコールオブデューティーの運営する会社でもあるアクティビジョンに対して訴訟が行われまして、その内容がちょっとずれてるよねと、で反論もすごい多く、こればっかりはねそのアクティビジョンを擁護する声が多いという事件がありまして、それがですね結構当時でもちょっと話題にありました。2022年の5月24日にアメリカの小学校で、まあ、銃乱射事件があったのは皆さん知ってますでしょうか。まあ、18歳の少年が AR-15 っていうね、まあ、コールオブデューティーでいうところの、まあ、M4 スタイルのまあなんか王道の銃ですね。まあ、それを誕生日を迎えると同時に買いまして、まあ、そのまま祖母をね射殺、そして小学校で銃を乱射し21名が死亡、警察官は2名負傷したが最終的にはね犯人が射殺され、幕を閉じたというね、ちょっとまあ悲惨な事件があり、まあ、結構これね銃界隈では当時話題になりまして、まあ、これにより銃の規制がね強まるんじゃないかなとか、銃社会についての見直しがねすごい検討されたりだとかで、めちゃくちゃ当時話題になってたんですよ。まあ連日ニュースになってたんでね、ほとんどの方が知ってるニュースだと思いますが、まあこれの遺族19名のね、方がですね、アクティビジョン、インスタグラム、そして10名家のダニエルディフェンスですねに対して今年の5月24日に訴訟が行われましたよということで、まあもちろんねお子さんを亡くした悲しみってのはね僕らからはちょっと計り知れないのがあるんですけども、まあそれでもやっぱずれてる訴訟だよねということで、まあ結構ね海外の SNS ではバカにされたりだとかね、反論されたりだとか、まあなんか大喜利大会みたいなことになってます。まあ一応ね、向こうの言い分ですね、こちらおなじみの EAA さんがね翻訳してくれてますので、そのまんまちょっと読ませていただきますと、まずインスタグラムと、ダニエルディフェンス、あちなみにこのダニエルディフェンスっていうのはどういったのかっていうと、結構やっぱ有名なのが DDM4 って言われるやつで、まあ BF202 とかでもありますよね。まあ COD でもそれっぽいのは作れるバリアントがありますが、正確には全然 DDM4 はないですね。まあそんな感じの会社なんですけど、そことインスタグラムがね、案件の提供でもしてたんかな、ちょっとこれわかんないんですけど、まあステマかねその公式案件なのかちょっと不明ですが、インスタでダニエルディフェンス、まあ銃器メーカーのねマーケティングが行われながら、さらには銃器の写真について取り締まりがねインスタ側からなってないと、規制が少ないという点において、まあ不安定な思春期の少年を食い物にする計画で提携しているということを名目に訴訟してるみたいです。まあ正直ね意味不明すぎますよね。まあこれ言っちゃうと、例えばまあテレビ CM でもね X でもいいんですけど、お酒の広告が流れました、でその結果そのお酒飲んだ人は酔っ払って勢いで人を殺しました、なぜお酒の広告を規制しないんだ、未成年も飲みたくなるだろうって言ってるようなもんですからね。いや今回まあ未成年も飲みたくなるというか、今回のこれは少年がねちゃんと18歳迎えてね銃を所持していい誕生日を迎えてからなんで、ある意味そのお酒を買える年齢になってからね、買った結果犯罪に走っただけで、別になんか年齢制限はね律儀に守ってるんで、もはやなんかその未成年とかねそこまで関係ない気がするんですけど、まあその18歳になるまで、まあ買える年齢までのその購買意欲だとかで、まあ悪影響を出してしまったってことが言いたいんですかね。ただまあ向こうのね銃社会だと、そういったのねまあ規制しようにもキリがないんで、結局じゃあこれねインスタが規制したら、まあ彼はね銃と巡り合わない人生になってたかっていうと、まあ普通に多分 SNS やってて興味あれば多分銃買ってね、まあ今回のまあね同じようなことになってたと思うんですよ。だからこれの論点は、銃を使ってね人を殺したいかどうかって広告がインスタだとかダニエルディフェンスがね広告って案件としてねやってたかどうかが論点であって、それを規制しない、まあするしないは、まあ多分論点としてずれてると思うんですよね私は。まあだって車のねあの宣伝したとしても、車で人を引いてくださいっていう宣伝はしないじゃないですか。だから仮に未成年が車乗ってね犯罪を犯したとしても、それは車側のねあの悪かったことではなく、単純に親御さんが悪いよねと。だから例えば僕がね17歳だとして、わ早く車乗りたいなみたいな、で18歳になって免許取った瞬間に車を乗りました、でその車で、ね、事故りましたって、なんでそのジャンヌがね乗りたいと思った広告の CM だとか SNS はこんな購買意欲そそるようなことをやったんだっていうようなもんじゃないですか。それ論点違うよねと。なぜじゃあこんなことになってしまったのかとか、どういってねこういった経緯になってしまったのか、そこをねあの論点すべきであって、それまでの購買意欲云々に関してはもうこのねあのネット普及がしてる中じゃもうキリがないよねというのがねちょっと個人的な見解であります。ただまあこれねあの向こうの国はですね、まあアメリカってね訴訟大国なんで、ごねとくっての
結構あるらしいんですよ。まあごねた結果ね、あの日本じゃ絶対通らないような訴訟内容とかも向こうじゃ通ってね、億万長者とかもなんか一攫千金とかなんかあるらしいんで、まあそういったところでね、まあやっている背景もちょっとあるのかなって気もします。ちょっと遺族の方には申し訳ないんですけど。はい、そしてね、次の本題の、コールオブデューティーですが、遺族からのね訴訟内容というか言い分の方は、アクティビジョンには犯人が15歳の頃からねコールオブデューティーをプレイすることで戦闘のスリルと AR15 のね存在を刷り込ませた責任があると主張しています。そしてこの犯人は2021年、11月にコールオブデューティー MW2019 をねまあプレイしてたみたいなんですよね。ただまあこれって正直めちゃくちゃ遅いよねと。そう、2021年ってまあちょっとネタにしちゃいけないんですけど、まあコールオブデューティーバンガードが出た年なんですよね。そうだから2年前の作品なんですよ。だからコールオブデューティーガチ勢の犯罪とかね、あの元プロとかじゃなくて普通に遅れて2年前のコールオブデューティー買ってプレイしてるぜっていうね、ライトユーザー FPS ユーザーがまあたまたま犯罪を犯しただけであって、コールオブデューティーがねそこで訴訟されるのはなんかちょっと違うんじゃないかなっていうのはねあるんですけど、ただまあそれこそなんだろうな、一回でもプレイしたらアウトっていうのはあるんですかね、判例として。一回でもねやってるからって、直前にやってるからっていう、もうそんなことで訴訟を通ったらね、まあ、大半の FPS が訴訟対象な気がするんですけど、まあ一旦じゃあそのプレイとかねちょっと置いておいて、一応過去作のねコールオブデューティーも遊んでる中で、まあ DDM4V7 っていうのがね、まあ今回犯行で使われたらしいんですけど、その元モデルとでも知られてる AR15 がコールオブデューティーに数多く登場してるんでね、まあコールオブデューティーのその M4 が悪だ、刷り込みだっていうのが向こうの言い分らしいです。で、これに対してね、海外でもコールオブデューティーの銃はね、空飛んだりだとか、ドラゴンになったり、マガジンがね、エアガンだったりとかするけど、それでも本当に COD の銃の影響でしょうかみたいなね、まあ皮肉のコメントが寄せられたり、あとこれ、マジでね、その通りだなって感じなんですけど、この少年がね、最後でプレイしたのは先ほども言った通りね、MW2019 なんだけど、だから一応過去作もやってるらしいんだよね。で、その過去作に DDM4 があるかって言われると、まあ正直ね、その MW2019 以降の作品だと、ワールドウォー2に BO4、IW、BO3 に AW と、あの、この少年がね、プレイする以降の過去作、直近の過去作は、もう近未来ブーストゲーか二次戦なんでね、まあ COD が影響じゃないだろうっていうのは正直ね、コメントであったんですよ。まあ確かに的を得てますよね。まあワンチャン8歳ぐらいからね、MW2 とかね、MW3 旧作をやってる可能性もあるかもなんですけど、そこまで行くと全 FPS が影響されてるとか、そこの M4 なんてね、もうどこの FPS も登場してるなんでね、全部規制対象なんじゃないかなと思うんですよ。で、あと、これ Twitter でもね、引用リツイートされてたんですが、COD の M4 のハンドガードは、もう全然 DDM4 系統じゃないよって、まあ日本でもね、回答があったりと、まあ正直こじつけのような訴訟内容になってます。まあぶっちゃけね、まあこれで訴訟通るんだったら、GTA なんてね、毎日どこかの犯罪でね、あの犯罪者から訴訟されてもおかしくないゲームですから、あんなのね、犯罪起こるたんびにその犯罪者の家調べたら GTA が出てきた。じゃあ GTA が犯罪を助長してるに違いない。こんな感じですよ、言っちゃえば。いや、そんなの言い出したらね、もう全アクションゲームはやっぱ犯罪を楽しむような、非日常を楽しむようなゲームなんで、だからこそ面白いんじゃないですか。これを訴訟うんぬんかんぬんとか言われたら、どうしようもないですよね。やっぱ FPS もそうだし、格闘ゲームとかね、アクションゲームとかもそうですけど、現実世界ではできないから、それが法で罰せられるというか、倫理観の問題でね、やっぱやんないじゃないですか。だからゲームというバーチャル世界で、まあやってみたいだとか、そこで、こう、ビューが取れるわけですよ。購買意欲が湧くんですよ。車が好きだけど、一般のね、行動じゃ、速度出せないから、そういうレースゲームを買う。もう、至極真っ当じゃないですか。AV もそうですよ。レイプもの、痴漢ものとかありますけど、じゃあそれがなくなるとね、痴漢が減るかというと、むしろ歯止めが効かない輩が出てくる可能性があると。だから何でもかんでも規制は良くないとね、私は思います。で、これに対して、コールオブデューティー側も反論もね、もう100点満点で、僕もその通りだなって感じなんですが、この件についてアクティビジョンにコメントを求めたところ、広報担当者は、リバルで銃乱射事件は、まあ、今回の事件ですね、は、あらゆる意味で恐ろしく、心が痛むものであり、この無差別な暴力行為によって影響を受け続けているご家族と、地域社会にね、深い追悼の意を表します。で、こっからがちょっと反論なんですけど、世界中の何百万人もの人々が恐ろしい行為に走ることなく、ビデオゲームを楽しんでますと返答した。いや、ほんとその通りですよ。じゃあ、もうね、大人気ゲームなんでね、誰しもが通るゲームなわけじゃないですか。日本はちょっと置いといて。まあ、特にやっぱ海外だとね、まあ、それこそ2024年のアクティブユーザー数、PS の人口だと1位がフォートナイトで、2位が MW3 だったらしいんですよね。めちゃくちゃすごくないですか。だから、どっちも銃撃つし、どっちも M4 みたいな銃もあるわけですよ。なんなら現代戦 FPS は全て M4 とかも、普通の FPS ゲームは大体 M4 あるわけですよ。見た目がね、それっぽいのがあるわけですよ。AR15 みたいな見た目があるわけですよ。ないゲームが珍しいぐらいなんで、もうそんなこと言い出すとね、もうキリがないわけですよ。いや、もちろんね、犯人は死んだんでね、どういった意図とかね、もしかしたら本当に COD に影響されてってのがあるかもしんないけど、だとしても、じゃあそれを訴訟してとかね、仮にデモ抗議とかしてとかじゃなくて、じゃあその FPS ゲームという娯楽、人気がある中で、どう未成年の少年と向き合う
のかね、ゲームと現実は違いますよと、犯罪はしてはいけませんよと、銃はあくまでスポーツシューティングだとかハンティング系、まあ娯楽または警察などで正しい使い方っていうのもちょっとあれかもしれないんですけども、まあその正義のためというかね、自衛のためみたいな、防衛のためみたいなね、使うみたいな、それが僕は一番大事なのかなって思います。まあこれね、まあとある日本の芸能人の方が言われてた名言なんですけど、まあその方ですね、ヤクザものの映画にも携わってて、まあそれでなんかこうヤクザは影響が悪いだとかね、世の中の悪影響みたいなね、まあコメントが寄せられるそうなんですけど、まあそれに対しての回答が、まあ、世の中ね、こんだけ素晴らしい映画だとかドラマの作品がね数多くありますが、全く世の中良くならないよねっていうね、いやもうこれ一言につきますよね本当に。まあ、ゲームでもそうですよ、もう素晴らしいゲームたくさんあります。そしてひどいゲームやもしかしたら悪影響を及ぼすねゲームもあるかもしれません。ただその中で感化されて動く層なんて全体の人口で見るとほんの一握りだし、そこで出た氷山の一角だけをねピックアップしてそのコンテンツを叩くともう何もできない社会になるから、そういったところを僕はこの書評に関してはね結構的外れというか、これが通ってしまったらねゲーム業界全体のまあ、縮小に繋がってしまうんじゃないかなと思います。まあ実際ねだからこういったコールオブデューティーも、まあ、こういう謎のね訴訟に対しての配慮というか対策をして、まあ、実情の名前を変えてる理由が、まあ、こういったその事故があった場合の配慮とかだったりとかするんじゃないかなって言われてて、なるほどなと。まあ、昔はねコールオブデューティー実情の名前使ってくれてたのにとかね、最近はライセンス料とかで使ってくれてないんじゃないかな、ケチだなコールオブデューティーとかね、まあ、海外問わず国内でもね名前が上がるんですよ。それってやっぱりね、まあ、元を正せばというかこう紐解いていくとライセンス的なところももちろんあるんでしょうけど、やっぱこういった事件があった際に明確にね実情の名前を明記してしまいますと裁判などで不利になる可能性があるからっていうのがね、まあコールオブデューティー側的にもあるんでしょうねと。はい。ただまあそういうこと言ってると、じゃあ他のゲームはじゃあ悪なのかとね、 EFT とか BF とかねそのまま実情の名前使ってるけども、じゃあそれはいいのかっていうと全然僕はいいと思うんですよ。だからむしろコールオブデューティーがこういったところで縮小してね縮こまっちゃうと、逆に他の会社もねそういったところでなんかまあ図に乗らせるって言い方したらちょっとあれかもしれんけども、おかしな方向に進んじゃうから、僕は個人的にはなんか別にね、まあ実情今更使ったところで、ね、別に構わんないけど、なんか COD には今後ねこれこういう判例に負けず訴訟に負けず、ちゃんとまあ自分の作りたいような作品っていうのをねやってほしいですね。はい。そういったところ、ちょっとまあこの裁判自体は多分棄却されたのかな、されるんかな、てかされてるんかな、まあ、ちょっとまだ記事終えてないんでね、これの最新情報というかこっからプラスの話はまあ皆さんまあ実際調べていただいて、あこういった着地になったんだなっていうのはね見ていただいたらなとは思うんですけど、まあ個人的にはちょっとね、まあコールオブデューティーのまあその気苦労ですよね。まあこういった背景知っておくと、実銃がなぜ使えないのか、名前使えないのかっていうところとかが分かってね、まあいいんじゃないかなということで紹介させていただきました。はい。よかったらまあ皆さんの思うところとかあればぜひねこちら感想コメントをお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。